はい、こんにちは、マリオバです。僕たちは今山梨県北杜市にあります廃校になった、北杜市立高根清里小学校を、2019年の10月1日から10年間、僕たちの NPO が借りることになりました。でその廃校を使って、こんなことをやりたいっていう事業計画を立てているんですが、僕の中でもちょっと頭の中を整理したいので、こんな動画を今作っています。で、今思っている、いくつもある施設の中の一つ、これです。アートコモンズという、市民ギャラリーを一つ作りたいなと今思っています。これは、本当に一つの教室をね、いわゆる、パーテーションというかついたてと、それから、展示スペースというかそのテーブルと置いて、地域の方の、本当に市民ギャラリーですよね。例えば、絵画とか写真とか工芸とか、美術とか、そんなものを作ってる人もね、工芸ってね、そうか工芸っていうかね、なんて言ったんだっけ、いいのか工芸。そういう、いわゆるクラフト、工芸とクラフトは。そういう人たちの、展示場所、それと、展示で、展示と、販売。売ってもいいと思ってるんですよ、これ。いわゆる、銀座のギャラリーとか、そういったところって、見てもらうのがもちろん目的というよりも、それを見てもらって、さらにそれに買ってもらうってことが重要で、ここも、もちろん展示だけで終わってもらってもいいですし、それをさらに販売っていうところに結びつけてもいいかなと思っています。で、こういった方々に、とにかくその場所を安く提供して作っていきたい。で、もちろんこれらのものは、ある意味地域のコンテンツになるので、いわゆる情報、あまりね、最近これは言葉使わないんだけど、いわゆるコンテンツはね、情報を発信する、それから、例えば本当に通信、それからそういったアーティストの方たちとの人脈というかネットワーク、そういったものをこう作れるような場所ですをイメージして、このアートコモンズ市民ギャラリーを今考えています。もうすでに、来年の4月以降から一応プレオープンということなので、このアートコモンズ利用されるしたいなという、そういうアーティストの方、趣味でもいいです。もちろんプロじゃなくてもいいし、セミプロでもいいし、趣味でもいいし、写真とか絵画とかクラフトとか、そんなものを、あと陶器作ってたりとかね、その彫刻を作ってたりとか。で、もしかしたら中には、いわゆるフィギュアとかプラモデルとか、そういったものも作って販売するっていうのも僕ありだと思ってるんです。なので、いわゆるその美術の教科書で出てくるものだけではなくて、そういうものづくりみたいなところで展示して売ってもいいよとか、展示してみんなに教えてねとか、いうことができる場所が生まれたらいいなって実は思っています。できるだけここ安く提供したいと思ってて、もちろん1日いくらっていう料金を決めるんですが、できれば1週間というか、搬入搬出があるから正味5日間とか、そんな感じでね、例えば例えばこの、1週間を借りてくれるよう、借りていただけるようなイメージを今思っています。で、その間というか、その前に、こういう方たちが、ギャラリーで展示会やりますよっていうのを一応
あのウェブで発信していくし、こういう方のこれは今販売してますよとかいくらですよみたいなものが出てきたらいいかなと今思っているんです。まあ、このアートギャラリー、あとその八ヶ岳コモンズに来る動機としてね、あの来館する動機としてこのギャラリーを見に来るっていうのもありかなと思ってまして、ギャラリーを見に来る場合は外からの中の、ね、いわゆる、入館料いくらですよではなくて、表から直接ギャラリーに入れるような感じで見る、ギャラリー見に来るだけだったら無料みたいなね、そんな感じも今考えてます。確定ではないです。でもそういうふうにして、人が来る理由、八ヶ岳コモンズに人が来る理由として、あの作品見に行きたい、あの人の展示会見に行きたいっていうのはありかなと今思っているんですね。まあ、そんなわけでこのアートコモンズ市民ギャラリーを今考えているものでございます。いかがでしょうか。こんなのが始まろうとしています。